高橋康彦は日本のラート競技選手。世界選手権3度、全日本選手権8連覇中。現役選手として活動中。秋田ノーザンハピネッツ所属。秋田県立角野立高等学校では野球部に所属して内野手として活躍。筑波大学体育専門学群進学後も野球部に入部して20歳までは野球選手だったが、 古傷の足首の怪我のため一年で退部し、体操部へと転部して、ラートに転校した。なお体操部は、機械体操部とは異なり、一般体操を扱うクラブであった。社店では、オリジナル技を持っており、その技は、地元角野立のお祭りでの掛け声から、オイサートルネードと呼ばれている。大学卒業後一旦就職するも、指導者を志して、 筑波大学大学院人間総合科学研究科体育学専攻を修了。2018年より秋田農山ハピネッツ所属。世界トップのアスリートとして活動しながら各地でコーチ活動や普及活動にも精力的に取り組んでいる。2019年4月に開催されたアジアで初となるラートの国際大会第9回世界ラートチームカップの招致から準備まで。 本奏。選手として出場しつつ、大会の成功に大きく貢献した。国際ラート連盟アスリート委員会委員を務めている。ありがとうございます。